ナにいつ行くと？今さらだー！毎度おおきに、あかねちゃんやで。今日は、ゾンビランド佐賀のマンホールを見に、佐賀県木山町に来たで。夏場は暑いので朝方に来たよ。早くマンホールを見つけたいね。木山駅前にある商店街にマンホールがあるらしいので探すで。商店街に来たけど、どこにあるんやろ。朝方に来たから、お店も閉まっていて、人もいなかったので、自力で探すしかないね。商店街の中じゃなくて、商店街の入り口にマンホールがあったで、10分ぐらい歩いたけど、結構汗をかいたよ。夏やなぁ。サキちゃんや、サキちゃんがいたで。木山町は草スキーが有名やから。サキちゃんが草スキーをしています。元気いっぱいで楽しそうやな。せっかくやし、この榎本になった草スキーも見に行くよ。商店街の近くに草スキーがある、山があるので向かっています。約15分で到着しました。山の名前は木山って言うんやな。町の名前は木山で漢字が一緒やから読み方を間違えそうだね。マップがあるので見てみよう。木山は、665年に作られた木城跡があり、日本最古の朝鮮式山城で、太宰府の南の守りを担ったそうです。現在は、石垣や門の基礎跡が残っているようです。万葉集には、木城に関する和歌が書かれており、太宰府城跡が近くにあるので、宮古から、この地に、役人や文化人が多く来ていたと思います。山には、いろんな史跡が残っているそうやけど、暑いので、草スキーと展望台があるところまで行ってみるで。あっつー。これが草スキー場じゃないかな。ここだけ草が刈り取られているね。ここで、サキちゃんが草スキーをやっていたんやな。夏場に草スキーで遊ぶ人はいなかったね。キリタンは遊ぶやろ。クーラーの効いた部屋から出たくないんだが。展望所を目指しているんやけど、坂が急やな。さすが山城。だいぶ登ってきました。草スキー場は、明治時代から、近隣の町の人々から楽しまれた場所で、かつては雪スキーも楽しめたそうです。展望所から木山町が一望できて、めっちゃ良かったで。セーブ中やで。木山町を通り越して、福岡県の朝倉市や浮橋が見えるね。右側の山は箕面連山かな。北側を見たら、福岡市と海が見えたよ。もやがなかったら、綺麗に見えたと思うて。山の南側も眺めが良さそうなので、向かっています。詳しくわからないけど、左にたまたま石があり、神様を祀っています。正面を見ると、鳥栖市や久留米市、もやがかかってわかりにくいけど、右側に有明海が見えたと思う。多分柳川市まで見えるんじゃないかな。右側の山を飛び越えて町が見えるので、佐賀市まで見えていると思います。ネットで調べたら、長崎県の雲仙方面も見えるらしいので、空が澄んでいたら見えるのかもしれないね。天智天皇の時代にお城が作られたためなのか記念碑がありました。木山町に戻ってラーメンを食べるで、昭和40年創業のラーメン屋さんで、県内外から、たくさんお客さんが来ます。朝の9時開店やけど、駐車場に車がたくさん来ていました。特製ラーメンを注文しました。豚骨濃度 100% で美味しそうやな。豚骨の香りがいいよね。豚骨スープ濃ゆくて美味しいよ。生卵を麺と絡めて食べるととても美味しかったで、麺は細いので、硬さは肩で注文した方がいいと思います。餃子も注文しました。2個同時に行くで、パリッとしていて美味しかったよ。
いかがだったでしょうか。さきちゃんのマンホール可愛かったね。木山町に来ることがあれば寄ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。ダンケダンケ。